三笠市中心部の東側に広がる育春別。炭鉱と林業で栄えたこの地区にはかつて鉄道の駅もあり、今の市の中心部よりも人口が多かった。旧育春別駅近くの幹線道路沿いにあるこちらの建物、食堂のようだがのれんは出ていない。閉店の張り紙があるが、店内からは何やら声が聞こえる。どうやら面接をしているようだ。あとやっぱり仕込みが結構ありました。あとおそばの経験っていうのはおそばに経験はないですね。麺類のそのこねるというか、そういった経験それもやってないですね。今までずっと魚かフグか寿司かだったので。ここは親子3代90年近く続いたさらしな食堂。66歳の店主平田直隆さんと妻の紀美子さんが切り盛りしていたが、去年夏に店を閉めた。その後継者4代目を探すための面接だ。面接で立ち会ってくださいましたが、まずここのオーナー平田さんご夫妻。店主を紹介したのは三笠市政策推進課の音羽秀明課長。人口対策が担当だ。すでに1万人を割り込んだ市の人口、さらなる減少を抑えるため地域おこしの一環として老舗の後継者探しに乗り出した。面接には市の職員が他にも同席する。町内会関係者の姿も見える。それから強力なこう蕎麦作る助っ人さんが、ね、いて、自分は厨房とか、ね、そっちいろんな面で賄える人がいるとか、体力ありそうだから一人では大丈夫だと思いますけど、やっぱりちょっと朝早起きして3時とか余計びっちり作れば。この日面接を受けに来たのは東京の飲食店で働く28歳の男性。函館出身で北海道への U ターンを希望し、後継者にと手を挙げた。ボクシングは今もやっていらっしゃる。ボクシングは今もやってます。体力には相当自信が。体力はそうですね、体ばっかり動かしてさらしな食堂が店を閉めたことで、かつて炭鉱で栄えた育春別の飲食店は全てなくなってしまった。メニューには天丼やラーメン、うどんもあったが、こだわっているのはやはり。もうそのおそばのこだわりであれしてたので、それだけはやっぱり残してほしいっていうのはちょっとありますね。まあ、後継者に求めるのは、この店の一番人気、祖父の代から続く手打ちそばを残してほしいということ。そのため面接では蕎麦打ちへの意欲を見極めようとしている。コロナ前ですと結構土日とかすごく忙しい時は仕込みいくらしても、もう一人だともう100とか120ぐらいしか仕込みできなくて。店を閉めた理由は地域の人口が減ったせいではない。平田さんの健康面の問題だ。閉店時間を早めるなどしてしのいできたが、体調に不安を抱え、それも難しくなってきた。普段の軽い仕事なら大丈夫なんですけども、朝の仕込みがちょっともうきつくなって。炭鉱で栄えていた頃は多くの住み込みの従業員を抱えていた。そして近年も店を支えていたのはパートの従業員たちだ。従業員への感染リスクが心配になったことも店を閉める決断へとつながった。まあ時期見てそろそろ考えなきゃなと思いながらやってる時にコロナがあって、店を閉める直前まで行列ができていたさらしな食堂。続ける人さえいれば客は足を運び、地域はにぎわう。そうした期待も市が後継者探しを支援する理由の一つだ。
さらしな食堂の再オープンを望むのは行政だけではない。店の常連客で町内会連合会会長の戸賀氏良一さん、建設会社を経営する。二代目の平田さんの父親とも懇意だった。やりだして料亭がやっぱり6軒も7軒も あったっていうのはすごいです。76歳、育春別で生まれ育ち、町の発展と衰退を見てきた。町最後の飲食店の閉店を聞き驚いた。いや、ゼロには絶対したくないです。私オーナーになってもいいから、神田市もいいから、誰か見つけてくださいって言ったら